青コーナーより新日本プロレススーパーストロングマシーン入場。赤コーナーよりクレイジードッグスヒロ斉藤入場。ヒロ斉藤マシーン、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。ヒロ青コーナー新日本プロレス183センチ115キロスーパーストロングマシーン。赤コーナークレイジードッグス175センチ108キロヒロー斉藤。ヒロー、レフリータイガー服部。ヒロがゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕を取ります。腕攻めに転じます。掴みます。ハンマーを振りかざします。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、どうしても今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。抱えます。させません。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。ボディスラムです。ラフ殺法に転じます。掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。行くのか。ロープに振った。ショルダータックル。タックルでぶちかまします。抱えます。耐えます。キックを打っていきます。さあ知名度抜群、プロレスファンなら知らぬ者はいないでしょう。このスーパーストレングマシーン、運を抜くパワー&スピード、そして必殺のマシン風車固めを武器に戦慄の殺人マシーンが今宵もリングで大暴れしてまいります。打ち込んでまいります。フロントからのキック、蹴ってまいります。組み合います。フライングメイヤー。
ープキックを見舞ってまいります。ロックアップ、逆に投げてまいります。先頭を見舞ってまいります。フロントからのキック、ロックアップ、リング下に落とします。リング下に降ります。行くのか、巻き投げで切り返します。これは苦しい長期攻撃です。組みに行きます。お気をつけください。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。起こしてまいります。ブロックします。スタンディングを取らせます。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。乾いた音が館内に響きます。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。組み合います。顎を打ち据えてまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。掴んだ、逆に返します。蹴ってまいります。行くのか、巻き投げで切り返します。起こします。キックで返します。組みに行きます。逆に投げてまいります。腕をフックします。リバースで返します。張ってまいります。ラリアットコーレンス、ラリアット、トップロープを奪う。ダイビングヘッドバットが降ってきた。先頭落としていった。キック組み合った。ロープに振って、いけるか、あと逆に投げていった。奥歯をかみしめた。あっと返した。ロープブレイク、ガチッと組み合った。ボディースラムで投げつける。先頭強烈、フロントキック、蹴り上げていく。10分経過、10ミニッツ、ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。おっと、そのまま後ろに投げていった。エビに固める。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。抜くのか、脳天が始まった。パイルドライバー、トップロープを狙う。ダイビングヘッドバット、小包み固め、スモールパッケージ、カウント2で返します。掴んだ、あと逆にキック。グロッキー状況か、組み合った、巻き投げで切り返した。あっと返していった。いけるか、逆に振り返して、組み合った。あっと逆に投げていった。蹴っていった。抑え込んで、ロープに逃れました。あっと逆に捉えた。バックを取って、スリーパー落とすのか。ここでロープブレイク、あっと逆
逆に蹴っていった。あっとパンチ強烈、張り手、腕をフックした、DDT。タックルぶちかわし、カバーの体勢、カウント 2.5、 腕を回した、ブレーンバスターで投げつける、コーナーに登ってヘッドバットを落としていった。この辺り挟んだ、ノーテック打ち、パイルドライバー、片エビに持ち込む、岸壁の母の胸に抱かれました。すごい競争で締め上げていく、ハンマーを振りかざす、フィニッシュになるか。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね、もう気持ちだけですよ。ロープに振った、先頭強烈、ブロックした、バックに回った、あっと逆さを抑え込み、カウント2つ、惜しい、蹴っていった、片エビに持ち込む、カウント 2.89、 重低音バズーカー、いけるか、顎を叩きつけていく、起こした、あっと DDT、 抱き起こす、もう泣いているファンもおります。これだ、これこそ感動シンドローム、ドロップキック、キック、ガチッと組み合った、ロープに振ってラリアット投げ倒し、ラリアットエビに固める、カウント3つ、カウント3つ入りました。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。されました。今2つの魂が一つになってまいります。小鉄さーん、おさむ、タグマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー240パンド、起動、おさむ、起動、おさむ、
245パウンド。健康木村健康稲妻赤コーナー230パウンド山本コテチコテツ290パウンド坂口誠二あらわしレフリーホナガノリオ稲妻さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ランニングしたのエルボー張ってまいります。組に行きます。場外に落とします。リング下に降ります。小脇に抱えます。ハンマーを打ち込んでいきます。お気をつけください。掴みます。ガードします。ショルダータックル。ストンピングを叩き込んでまいります。起こします。ロックアップ。逆に返します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ここでタッチです。張ります。キックを打っていきます。組み合います。逆に振り返した。フロントからのキック。腕を捉えます。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。レトロ調の技を繰り出してまいります。行くのか。ネックブリーカードロップ。起こしてまいります。組に行きます。さあ、粘着質よろしく。締めに転じてまいります。回ります。ハンマーを振りかざします。投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。掴んだ。させません。腰を落とします。あと、リバースで返してまいります。返してまいります。バックドロップの体勢。エルボーでブロック。ソバットを放ちます。ブレンバスターに取ります。蹴ってまいります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。スイッチしてまいります。ロープにブレイクしました。腕を取ります。返します。蹴りを見舞ってまいります。
スイッチしてまいります。クラシカルな技を繰り出してまいります。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。キックで返します。あっと逆に捉えた。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。蹴ってまいります。行くのか。逆に投げてまいります。ロックアップ、そのまま投げてまいります。スリーパーに捉えます。ロープブレイク、組み合います。切り返します。ストンピングです。ロックアップ、逆に倒します。掴んだ。ストマットへの攻撃であります。乾いた音が館内に響きます。抜けてまいります。組みに行きます。返してまいります。足を殺してまいります。組み合った。あと逆に投げていった。岸壁の母の胸に抱かれました。掴んだ。ハンマー気味のパンチ。ガチッと組み合った。ロープリフター、そのまま後ろに投げていった。引っこ抜きか。させません。いけるか。逆に返した。そのまま足を決めていった。ロープブレイク。15分経過。組み合った。15ミニッツパース。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。ストンピングを叩き込む。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。ローリングスパット抱き起こす。レッグラリアート起こした。ストンピング強烈。ガチッと組み合った。あと逆に返した。エビに固める。技の仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。ええ、すごい音がした。おっと、膝を叩きつける。バックに回ってスリーパー。いけるか。あっと、切り返した。
おっと膝を決めていった。ここでロープブレイク、ここでタッチだ。おーっとキャッチした。あっとそのまま倒していった。絞り上げる強烈、腕をフックした。おブレインバスターで叩きつける。立たせていく。お組み合った。巻き投げで切り返した。腰に手を回した。コブラが締め上げていく。ガチッと組み合った。締め上げていった。フロントキック、ブレンバスター行くのか。あっと逆に脇固めで切り返す。ここでスイッチ、いけるか。あっと返した。20分経過、ストッピング、打ち込んでいく。奥歯をかみしめた。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。起こした、組み合った、逆にロープに振った。稲妻レッグラリアット。逆に捉えた、エルボー強烈キック、小股に挟んだ、リバースで返した。ストッピング、抑え込んでカウント 2.5。 まだまだです。ロー打ち込む、すごい顔で打つ、すごい形相で締め上げていく。ハンマーを落としていく。さあタッチ、顔面を踏みつけていく。ここでタッチだ。お腕を回した。あっと逆に腕を取った。お蹴り上げていく、抜くのか。ワイルドライバーがぐさると突き刺さった。抱き起こす、おアタミックトラップで打ちつけた。一気に行くのか。バックを取って、おアトミックトラップ、ストッピング強烈。足をフックしてスリーパー、ガチッと組み合った。あと逆に倒した。カバーの体勢。25 minutes pass。 いけるか。場外に落とした、場外に移行した。キッチン瞬間、ストンピングを叩き込む、小股に挟んだ、リバースで切り返した。スリーパー、落とすのか。リングに戻ります。いけるか。コーナーに振った。ここでスイッチ。
組み合った。逆に振り返した。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。あっと顔面にヒットした。ガチッと組み合った。あっとネックブリーカードロップ。コーナーに登ってダイビングバディパス。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。危ない。カウントリーテイク。組み合った。ロープに振って、あっとドロップキック。さあタッチ。バックに回った。あっとコブラツイスト。いけるか。ロープに飛ばした。稲妻。おけがをかみしめた。なんて意味ですか。耐えた。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。ガチッと組み合った。コブラツイストに持っていった。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。組み合った。巻き投げで切り返した。抜くのか。カナディアンで担ぎ上げた。ロープに逃れました。いけるか。ロープに飛ばした。ドロップキックが突き刺さる。アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。腕を取った。そのまま腕を決めていった。ガチッと組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈。引き起こす。バックを取って、あっと脇固めに取った。ガチッと組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈。強烈に決めていった。ロープブレイク。ここでスイッチ。腕をフックした。蹴り上げていく。強烈なドロップキック。袈裟で決めていった。ロープに逃れました。強烈なローだ。あっと返した。組み合った。ロープに振って、ガードした。立たせていく。小脇に抱えた。アトミックドロップ。そのまま体が固め。3つは入りません。頭を掴んでハンマー気味のパンチ。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。バックを取って、コブラの毒が回ってきたぞ。ここでロープブレイク。いけるか。あっと返した。
ストンピング強烈、腕をフックした、蹴っていった、引っこ抜きか、させません、あっとエボーキック、あっと逆に捉えた、バックに回った、ボディシザースとスリーパーで締め上げる、岩壁の母の胸に抱かれました、組み合った、すごい形相で締め上げていく、ハンマーを振りかざす、フロントキック、ストンピング、体を預ける、カウント2.99、蹴り上げていく、蹴っていった、いけるか、フロントから投げていった、抜くのか、打たせない、ストバックに突き刺さった、スリーパーホールド、フロントキック、ローキック、腕を回した、ブレインバスターで投げつける、逆ウェブでここでユーエンのコング、コーナーより田中実入場。さあ、新たなジュニアを想像していくのでありましょうか。田中実が入場してまいります。コーナーより柿原雅人入場。さあ、優の魂を胸に秘め、柿原雅人が入ってまいります。ミノルさん、シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。ミノル、青コーナー175センチ、90キロ、田中ミノル。ミノルさん、赤コーナー180センチ、95キロ、ガッキー柿原マサヒト。レフリー、タイガー服部。ガッキー。
運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴んだ、飛びついた、腕を取った、ロープブレイクです。組みに行きます、コーナーに振った。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。行くのか、フライングメイヤースリーパーホールドに入ります。ロープにブレイクしました。ロックアップ、フロントから落としてまいります。逆に捉えた。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。ほう。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。掴みます、ストマックに突き刺さります。掴んだ、強烈に打ち込みます。ブレンバスターに取ります。キックを打っていきます。各種の十字固めを得意とし、十字職人の異名を持ちますこの田中実、自らの名前を冠したオリジナルホールド実スペシャルの切れ味はまさに妙義と呼ぶにふさわしいものがございます。組み合います、投げてまいります。館内がどよめきます。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。ええ、小手を打っていきます。2位を蹴り上げます。組みに行きます、逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります、起こしてまいります。ブレインバスターで叩きつけます、返してまいります。ガードします。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。掴みます、キックで返します。小手勝打を見舞います。あっと、膝十字で切り返す。抱えます、ブレンバスターでぶん投げます。起こします、かかとを落としてまいります。切り返します、ドロップキックであります。腕をフックします、逆に投げてまいります。組み合います、あと返します。膝十字固めに持ってまいります。顔面に小手を見舞います。掴んだ、させません。腕を回します、ブレンバスターで切り返します。あっと、キャッチした。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。鋭いキックです、気合を入れてまいります。あっと、ローリング式の想定が決まった。岩壁の母の胸に抱かれました。腕を回した、あっと逆に投げていった。ストンピングを叩き込む、あっとキャッチした。テイクダウンを奪った。気をつけた方がいいですよ。ね、外した、抱き起こす、ミールキックがこめかみに入った。引き起こす、スワンダイブのミサイルキック、ガッツポーズ入った。2位を落としていく。
強烈キック攻撃。10分経過。10ミニッツパー。あんた逆に足を取った。組み合った。あと逆に倒した。立たせていく。ブラインバスターで叩きつける。あと寝りちゃいか。そのまま体固め。ロープに乗られました。強烈ダブルにガチッと組み合った。逆に返した。あっとそのまま膝十字。頭を掴んで、あっ昇天。あっとクロスフェイスに乗っていった。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。首根っこを掴んだ。足を取って切り返した。いけるか。あと逆に返した。カウントは入る。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。させません。あー決めれませんね。はい。おっと外した。ガードした。足を取った。膝十字がため。掴んだ。強烈なショーだ。回転式のショーティー強烈。もう気持ちだけで打ってますよね。はい。ガチッと組み合った。サンボリューで決めていった。ここでロープブレイク。組み合った。対角線に飛ばした。ドロップキック強烈。15分経過。起こした。15ミリスパー。フルネルソンの体勢。ドラゴンスープレックス。ロープブレイク、ロープブレイク。円錐切り。膝十字に持っていった。あっと逆に捉えた。裏アキレス固めに移行する。アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。掴んだ。飛びつき式の嬉しい逆十字。ロープブレイク。あっと逆に捉えた。アキレス腱を決めにいった。いけるか。ロープに振った。あっと顔面か。あっとミサイルキック。ここで持っていくのか。引き起こす。ドロップキックが突き刺さる。一気稼いでいく。あっと逆に蹴っていった。さあ、さまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点。トップロープから雪崩を落としていった。そのまま膝十字に移行する。首根っこを掴んだ。逆にバックに回った。あっと逆さ抑え込み。カウント3。
IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者、ジュニアのカリスマ金本浩二入場。さあ、ジュニアのカリスマ金本浩二が大歓声を背に堂々の入場であります。赤コーナーよりチャンピオン小林邦明入場。さあ、ジュニアの頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。金本、金本。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、180センチ、90キロ、金本浩二。金本さん。赤コーナーチャンピオン。181センチ、105キロ、小林。レフリーレッドシューズエンド。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言、両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。フライングメイヤーで倒します。館内がどよめきます。組みに行きます。倒してまいります。スリーパーに捉えます。腰を落とします。ハンマーが襲ってまいります。あっと、逆に捉えた。テイクダウン。逆水平を打っていきます。乾いた音が館内に響きます。行くのか。フライングメイヤー、実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。掴んだ。膝を殺してまいります。ロックアップ。逆に倒します。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。小気味のいいコンビネーションだ。ドロップキック。ジュニアのスターからカリスマへと変貌を遂げましたこの金本浩二。長期間にわたり IWGP ジュニアのタイトルを保持し、まさに名勝負製造機とも言うべき活躍を見せたこの男が、今宵もその華麗な試合運びで我々を魅了していくのでありましょうか。足を抱えます。
ねちっこい展開に移行してまいります。ロープブレイク打ち込んでまいります。張ります。腕をフックします。あと逆に切り返した。いや消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。打たせません。あっとキャッチした。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。メキシカン式の締めを見せてまいります。組み合います。逆に返します。コーナーに登ってここは戻ります。あっとキャッチした。バックを取ります。エルボー、腕を回します。こういう投げ技っていうのはね、僕はあんまり受けるっていう言葉は好きじゃないんですけど、下手にこらえると一番危ないんですよ。だからある程度入っちゃったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますよね。張ってまいります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。ええ、カウンターで返します。ブロックします。ソバットを打ち込みます。組み合います。切り返します。ニールキック、トップロープを奪う。ローを打ってまいります。行くのか。ロープに振った。回転してのキックです。腰を落とします。リバースで返します。ローリングしてのセンター、ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。起こしてまいります。ロックアップ、返してまいります。ローキック、気合を入れてまいります。あっと逆に捉えた。バックに回ります。かわず掛けで倒します。抱えます。ドリワンホールパイルドライバー、エビに固める。カウント 2.5、 いけるか。ロープに振った。エルボーを打ち込む。トップロープを狙う。10分経過、天秤急降下、膝バックだ。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。ハイテク側頭部、このポーズ、抱き起こす。抱えた。タイガースプレックス、モーク原爆、3つは入りません。ガチッと組み合った。あっと首から突き刺さった。片エビに持ち込む。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。トラースキック、抑え込んで、カウントに行く。重点を上げ行こう。キャプチュード、一気にスパークするのか。起こした。組み合った。あっと返した。2位を落としていく。引き起こす。組み合った。ボディスラムで投げつける。立たせていく。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。カウント 2.5、 まだまだです。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで叩きつける。小脇に抱えた。サイドからバックドロップ、放っていくのか。急降下、ニートアップ。あと逆に
捕らえた。バックを取って逆さ押さえ込み、カウント 2.89、 重点を打つか。引き起こす。バルコンアローで叩きつけた。カウント2、返しました。腕を回した。逆にバックに回った。いけるか。ブレンバスター行くのか。フィッシャーマンスープレックス、ロープに逃れました。うまく切り返した。熱すぎる戦いだ。歓声怒号が鳴り止まない。これぞ最強の格闘技プロレス。カウント 2.9、 そうは簡単にはいかせません。腕をフックした。 DDT 脳天コーナーに登って、急降下、膝バックだ。スキンウィングで固めていく。ここでロープブレイク。腕を回した。マルコンアローに持っていった。ロープに逃れた。抱えた。脳天勝ち割った。パイルドライバー、立たせていく。腕を回した。ブレンバスター行くのか。 DDT で切り返した。あっと、キャッチした。バックに回った。外した。あっと、キャッチした。あー、ドラゴンスクリュー。フィニッシュ宣言か。ムーンサルトプラス。カウント3つ、カウント3つ入りました。NWF ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者、魔界クラブ柳沢隆志入場。魔界の切り込み隊長であります、この男柳沢隆志が入場してまいります。
赤コーナーよりチャンピオン新日本プロレス世紀末覇王北斗の名のもとにジョシュ・バーネット入場。さあ、その腰に輝くは伝説の NWF。 NWF の新たな歴史だ。この男が刻んでまいります。バーネット、バーネット。本日のメインイベント、ジョシュ NWF ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、魔界クラブ。191センチ、105キロ。柳沢龍神。赤コーナーチャンピオン新日本プロレス191センチ117キロジョシュバーネット。バーネットレフリーレッドシューズ運動。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。2位を蹴り上げます。掴んだ、膝を使ってまいります。腕をフックします。パンチで返します。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。フロントに捉えます。エルボーを入れていきます。あっと、キャッチした。キャッチュード。嬉しい逆十字の体勢。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね、抱えます。スープレックスに転じます。起こします。ひとたびリングを離れれば、日本文化をこよなく愛する爽やかな青年であります、このジョシュ・バーネット。しかしながらこの男、アルティメットのリングではベビーフェイスアサシンの異名を持つ荒くれ者。今宵のリングでもその殺し屋の顔を見せていくのでありましょうか。させません。おっと、逆に捉えた。キックで返します。ローを打ち込みます。キック攻撃を見舞います。ブロックします。掴みます。逆に返します。膝へのキックです。抱えます。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよ。スープレックスはへそに乗っけるように投げないとダメですからね。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。うわ、じゃあ投げっぱなし。張ってまいります。腕をフックします。
ブレンバスターで切り返します。ガードします。フェイスクラッシャー、嬉しげに取ります。ロープに逃れました。行くのか、返してまいります。ストンピングです。スタンディングを取らせます。エルボー掴んだ、サイドスープレックス。引き起こします。バックを取ります。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。組みに行きます。コーナーに振った。2位を突き上げる。組み合った、ロープに飛ばした。あっと、そのままヒールホールドに行こう。サイドを取った、あっと逆にパンチ、いけるか。あっと投げていった、スレーパーで頸動脈を締め付ける。ここでロープブレイク、掴んだ、あっと返した、あっと逆に捉えた、後頭部エンジン。場外に降りる、場外に移行した、腕をフックした、させません。ガジェット組み合った、あっと逆に投げていった、キックが顔面を捉える。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。リングに戻ります、リングに戻ります。ストバックに突き刺さった、うまく切り返した。あっとキャッチした、あっと確率キック、いけるか。飛びついて足を取った、ロープブレイク。10分経過、10ミニッツパー。ガジェット組み合った、強烈に締め上げる、ハンマーを落としていく、エビに固める。岩壁の母の胸に抱かれました、抱えた、おっとそのまま後ろに投げていく、立たせていく、強烈キック攻撃。ロープに逃れました。組み合った、うわ、キャプチュードに持っていった、抑え込んでロープに逃れました。組み合った、あと逆に返した、逆肩エビで一気に決めていった。チャンスですよ。はい、ガードポジションに移行した。あー、そう滑りますかね。逆に上になった、おっと外した、アキレス腱を決めに行った、フロントに捉えた、スライダーで投げていった、ストンピング、アキレス腱が頭に入った、岩壁の母の胸に抱かれました。抱えた、正面から投げていった、ガチッと組み合った、おっとグリーンベレーサポーターカバーの体勢、ここでロープブレイク。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、そのまま投げていった、引き起こす、いけるか、飛びついてそのまま足を取った。ここでゴングが乱打されます。